5月のドラマ編成過程で主演俳優が重なり対立している韓国の放送局 MBC と SBS が状況に対する立場を伝えた。これに先立ち5日、JTBC ニュースは MBC と SBS が5月のドラマ編成のために対立をしていると報道した。JTBC ニュースによると2社の放送局は似たような時期に放送されるドラマの主演俳優がお互いに重なる状況。早くから作品を編成した MBC が不快感を示し、SBS は意図したものではなく大きな問題がないと釈明し、立場が食い違っているのだ。これと関連して、SBS のドラマ局関係者は情報サイトエデリーに、今日から私たちはの場合、現在放送中の社内お見合いの後続で放送される予定だったが、制作会社の事情により編成が余儀なくつながったもので、他のドラマ編成の情報や主演俳優が重なるリスクを全く認知できなかったということがスタジオ S 側の立場だとし、放送曜日や時間、作品の素材が全く異なるために問題がないという判断で、まだ関連した追加の立場については内部論議が必要だと伝えた。一方、MBC ドラマ局の関係者はまず最近業界に悲しい知らせが多い中にこのような不要な問題で視聴者の皆さんに混乱を引き起こした点について甚だしく遺憾とし、すでに事前編成確定後、制作進行中のドクターロイヤーがあることを知りながら、主演俳優の出演時期が重なる状況を引き起こしたのは SBS 側の哀れな編成状況を考慮しても小道徳を脱した意思決定だと強く指摘した。またドクターロイヤーに及ぼす被害が言うまでもなく、プロモーションやマーケティングの側面でも SBS も被害が予想される事態を引き起こし、何を得ようとしているのかかなり疑問とし、すでに今日から私たちはの編成確定が遅くなり、約束した制作日程より撮影スケジュールが延期されながら、ドクターロイヤーの制作スタッフはこれを先行制作番組という理由で配慮していた状況だった。しかし SBS は編成過程で当社に最小限の了解を求めるなどの過程もなく、一方的な通報で仕事を進行したとも批判した。この関係者はさぞかし急なことだったからそうなったのかと思うと状況を理解しながらも、予期せぬ進まない編成で損害を負った。何しろ大メディアな時代で俳優たちが様々な作品をしてみると、撮影期間が重なることもあるが、そうしてみても重なる編成は避けるのが慣行だと皮肉った。特に主演俳優が重なる場合であればあるほど、さらに気を使っておくべきだったとも強調した。MBC の関係者は我々が事前編成を確定した状態で、それを知っていながら主演俳優の出演時期が重なる状況を引き起こしたのは小道徳を大きく外れたのではないかと思う。ドクターロイヤーに及ぼす被害はさておいても、主演俳優のプロモーションやマーケティングが重なる問題はどうするのかと問い返しし、広告主やスポンサー、視聴者はみんなが混乱するだろうとも付け加えた。申し訳ないという言葉一言ない SBS の一方的な通告方式が遺憾であり、この過程で受ける被害は視聴者たちの持ち分だとも抗弁した。さらに SBS の制作会社のグループ8が相互協議の下に、今からでも事態を正し、パートナーシップを回復することを望むとも要請した。状況を整理すると、SBS は金槌ドラマ悪の心を読む者たちの後続にスタジオ S が制作したドラマ消防署の隣の警察署を準備中だった。しかしこの作品はコイヒムちゃんプロデューサーの死亡事件を急明らするための労使協同調査委員会の調査により全ての撮影を中断した状態。これに後続の月日ドラマとして放送される予定だったイ・ジュンギ主演のアゲインマイライフが金槌ドラマの空席を埋めることになった。また他の有力月日ドラマの候補だったなぜオスジェなのかも撮影日程が円滑に進まず、放送時期に合わせられなくなった。これに結局、OTT で放送しようとした女優イムスヒャンと俳優ソンフン主演の今日から私たちはを5月の月日ドラマに緊急編成することに決定した。イムスヒャンは MBC で5月27日に事前編成されている金槌ドラマドクターロイヤーのヒロインでもある。2つのドラマのジャンルも違う上、キャラクターの性格まで正反対なので主演俳優の立場でプロモーション活動をするにも困惑するポジションだ。
HYBE 側、ルイース・セラフィム・キム・ガラムのいじめ疑惑を否定。セブンティーンは本日持病により母親が死去。エルイース・セラフィム・キム・ガラム、同じ中学校に通っていたと主張するネットユーザーが暴露。ネットユーザーの暴露内容。いじめ加害者で有名。タバコも酒も当然やっていた。